はようございます。6月11日火曜日の朝です。今日は朝から気持ちよく晴れています。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、体と床がどう接しているのかを観察してください。左の肩甲骨を持ち上げたり、右の肩甲骨を持ち上げたりしてください。その時に首や肩にぐっと力が入っていないかチェックしてくださいね。頭を左右に傾けてください。この時体にはどんな動きが起きるでしょう。この動きがどのあたりまで影響していますか？では、左手を天井に向けて持ち上げて、左膝を立ててください。そして右手は肩の高さで床の上に置いてください。優しく優しく左手の指先が天井に近づいたり、戻ったり。この時に肩、肩甲骨はどのくらい動いていますか？この動きで体の他の部分、どのくらい影響を受けているでしょうか。ではこの動きに加えて、左の足の裏で床を踏んでください。腕は天井を向いたまま、指先が天井に近づいていってください。そして目は右手の指先を見ていってください。ゆっくりと戻ります。優しく優しくソフトに動いてください。左手の指先は天井に、右手の指先は指先の先にある壁の方に向かって動いてください。床の上で背中はどう動いていますか？どこが浮いていって、どこが床についていくでしょう。右足には何か動きはありそうですか？右足の小指は床に近づいていくでしょうか。呼吸は止まっていませんか？指先が最も天井に近づいたところでストップしてください。そして優しく優しく頭を左右に動かしてください。
首固めず、肩、力を抜いて、そしてゆっくり戻ってください。呼吸ゆっくり、2回、3回として、左の指先が天井に近づいたり戻ったり、最初に比べてこの動きやりやすくなったでしょうか。ではゆっくり手を下ろして足も伸ばして、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。右手と左手の長さの違い、足の長さはどうですか。床についている部分、右と左と比べてどちらが柔らかく床についているでしょうか。では今度は右手を天井に向けて持ち上げて、右膝も立てます。左手は肩の高さで床の上に置いてください。そして右手を天井に向けて持ち上げたり戻ったり、この動き、体の他の部分にはどんな影響がありますか？首や肩に力は入っていませんか？ではこれに合わせて右足で床を踏んでください。そして目は左手の指先を見ていってください。そしてゆっくりと戻ります。この動きゆっくり優しく滑らかに繰り返してください。背中、腰、お尻は床の上でどう転がっていますか？最も指先が天井に近づいたところでストップ。頭をゆったりと左右に傾けてください。柔らかく柔らかく、滑らかに転がる範囲でいいので、大きく転がそうとせず、呼吸が乱れない範囲、滑らかに引っかかりがない範囲で頭を転がしてください。そしてゆっくり元の位置に戻ってください。呼吸をゆっくり2回、3回として力が抜けたなと思ったら、右手の指先が天井に近づいたり戻ったり、最初に比べてこの動きが軽くやりやすくなったでしょうか。ではゆっくり手を下ろして両手両足を床に預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて背中と床がついている感じ、変化がありましたか？右の肩を持ち上げたり、左の肩を持ち上げたりしてください。首や肩の筋肉を収縮することでこの動きをやるのではなくて、体の他の部分、どのくらい協力しているでしょう。最初と比べてこの体の動きは変わりましたか？では動きをやめて
頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。いかがでしたでしょうか。背中が少し軽くなりましたか。はい、今日は日本代表シリア戦です。アジア二次予選ですけど、もう首位突破が決まっているので安心して見られますけれども、どの選手がどういう活躍をするのか楽しみですね。皆さんも今日7時、フジテレビ系列です。応援してください。では、良い一日を。いってらっしゃい。